どうも下駄花尾です。あの前回ですね、あのー、剣士の、えー、剣についてこの動画を撮らせていただいたんですけれども。 あのコメント欄でね、結構、え、この場合はこうなんですか、これはこうなんですか、みたいな、結構あの質問がありまして、で、あの、僕もね、あの、この動画、ものすごいこう、なんか長尺でね、あの、2時間ぐらいの講習みたいな感じで、あの、撮ってなくて、で、なかなか、あの、伝えきれてない分もね、きっとあるだろうし、あの、皆さんの中でもなんか不安だったりとか、え、これどうなんだろうっていうところが、え、きっとあるだろうなと思って、ちょっと今回ですね、えー、検視についての補足。 ということで、えー、そういうテーマでちょっと取らせていただこうかなというふうに思っております。はい。で、あのー、これね、だから検視にまあ、なるかもしくはならないかというその基準のところでね。 あの、僕は動画で、まあ、例えば病院で亡くなれば、えー、死亡診断書が、えー、出してもらえるので、えー、検診にはならない。でも病院以外のところで亡くなった場合、えー、検診案件、死亡診断書取れないから、検診案件ということで検診になりますよというふうにあのお話しさせていただいたんですが、あのこれもですね、その実はね、時と場合って結構あるんですよ。ね、そうなんですよ。 ちょっとね、これ、だから、葬儀屋さん向けみたいな感じになるんで、ちょっと細かい話になるんですけども、えー、これをなぜ言おうと思ったかというとね、あのー、まあ、そのコメント欄で、あ、そうかと、じゃあ今は、例えば自宅のね、畳の上で、こう、静かに、あの、息を引き取るっていうふうにすると、検診になっちゃうんだ、っていうふうに、あの、おっしゃられてる方がおられてですね、あ、そうかそうか、なるほど、そういうふうに思っちゃうな、と僕も思ったんで、反省しました。で、これね、例えば、えー、ご自宅で、えー、畳の上でね、こう、静かに息を引き取る、 ってなったら、えー、検診になっちゃうっていうわけではないんですよ、皆さん、実はこれ。ええー、と。えー、でも病院で死亡診断書取らないとって言ってじゃない下駄くんと。ね、下駄ちゃんと。<laughs> なんですけれども、あのー、現在ですね、例えば自宅に、あのー、かかりつけのお医者さんが来てもらったりするとですね、そこで死亡診断書書いてくれるんですよ、お医者さん。そうすると、ご自宅で別に亡くなってもですね、そのお医者さんの死亡診断書があれば、別に検診案件にはなりません。 はい、そうなんですよ。はい、だから、あの、葬儀屋さんってね、えー、例えば、えー、遺族さんが電話かかってきてね、あの、ちょっと父が、とか、いや、ちょっと母が亡くなりまして、と、電話かかってきて、あ、さようでございますか、と。で、あの、葬儀屋さんってもちろん、その、亡くなったご遺体、ね、亡くなった方のところに、まあ、行くじゃないですか。で、その時に行く先というのは、大体病院か、まあ、警察署か、で、そして、お家なんですよ。はい。で、そのお家のパターンというのは要は、お家で死亡診断書を書いてもらった場合、ね。 だから別にその100%病院でっていうわけではないんですよ、皆さん。その死亡診断書があるかどうかというのが一番この、まあ、キーになるところになります。 はい。だから、あの、別にですね、その、皆さん、ご自宅で、あの、息を引き取ったら、もう100%そうなるというわけではなくて、かかりつけのお医者さんがおられてですね、その方が死亡診断書を書いてもらえれば、別に検視にはなりませんよ、ということです。はい。で、あとはですね、まあ、動画でもね、ちょっと一応伝えてたつもりなんですけれども、あの、一応、もう一度、えー、補足として、追記としてさせていただきます。えー、この検視についてなんですけどね、まあ、じゃあ、例えばその、検視になりましたってなった場合、 えー、その場合ですね必ず解剖されるのかって言ったら皆さん全然そうじゃないんですよ。結、は、局、い、ですねで検視になったとしてもその解剖する、えーま、必要があると思われた時には検視解剖をするっていう感じです。はい、なのであの検視になったからですね必ず全部、えー、なんかもう隅々でこう、えー、こう解剖されてるっていうわけでは皆さん全くございません。まあ、そういういうに認められれば、えー、解剖 ね、されるし、まあ別にあの大丈夫だったら解剖しないし、みたいな感じです。はい。なので、検視になったからといって全部そういうふうにするわけでは皆さんございません。はい。で、まあ逆に、逆になんですよ、皆さん。あの、そのね、検視になったらみんなあのそういうふうに解剖されるのかなーって不安に思っている方と真逆でですね、逆に、あの、自分のあのその身内の方ね、まあ、だ亡くなられて、その検視になった時に解剖されなかったと。だから、 それってなんかちょっと職務怠慢なのみたいなあのなんかちょっと手抜きされたのみたいなやっぱ思われてる方もいらっしゃって、まあ、それはだからそうではないんですよ先ほども言った通りですねその解剖する必要があればするけれども、まあ、それをしなくてもですねもうあのー、分かるとね死因が分かった場合は別にしないということなので皆さん別にそのなんかあの全部そうするとかあのなんかえー、されなかったえー、手抜きみたいな感じでは皆さんないとはい、いうことをここで補足でさせていただこうかなというふうに思いましてこの動画を撮らせて いただきましょう。はい。ということで本日はその、えーまあ、検診についてのちょっと補足をね、あのー、急遽取らせていただきましたので、はい。まあ、僕もこれからあのもうちょっとね、なんか分かりやすく伝えられたら良かったなと思ったんですけども、まあ,あんまりね、そのなんか、えー、全部細かく言っちゃって動画がすげえ長くなっちゃうんでね、はい。まあ、今日はこのぐらいにしておこうかなというふうに思っております。ではまた。仮想場機団では皆様からの質問をコメント欄より募集しております。どしどしコメントの方お待ちしております。